日本の皆様、こんにちは。カディフラティのアジアエクスポートマネージャーのダリオです。よろしくお願いします。本日は3つのワインを紹介させていただきます。一番最初は、ルガナディオシーのプロレッティーノです。これはイタリアで一番大きいガルダコーの南岸で取られるトゥビアーナという品種を使用します。ここは年中、湖から吹く風によってブドウが健康的に育ちます。加えて、昼と夜の気温差でちょうどいい酸味も生まれます。収穫は10月中旬頃に行います。完全な熟成後に収穫することで、ワインがエイジングするためのポテンシャルとストラクチャーが生まれます。収穫後の発酵は最初にステンレスタンク内で行い、さらに数日後、バリックに移動させて発酵を開始させます。その後、定期的にバトナージュ、かき混ぜを行い、マヌラクティック発酵も行います。そして、ヴィンテージに合わせて、バリックで10ヶ月、12ヶ月間の熟成の後、ボトルで3ヶ月間休ませて出荷します。2番目のワインは、プラットです。これはオスズミのワインで、セパージュは 50% トゥルビアナ、25% シャルドネ、25% はアロマティックのスミオンブランです。ステンレスタンクで発酵します。マラティ加工は行いません。12ヶ月間ステンレスタンクの中で、イーストのオリと一緒に残します。そして、6ヶ月間ボトルで休ませてから出荷されます。3番目は赤ワインのロンケドーネです。セパージュは 45% マルゼミーノ、45% サンジョレーゼ、10% カベルネソーヴィニヨン。ブドウ畑は丘の斜面に位置しています。最初の2週間はステンレスタンクでマセレーションと発酵させます。その後、バリックにノタルでマヌラクティック発酵させます。この時利用するバリックはフランスのもので、1、2回白ワイン用に利用されたものを使用します。この状態で他の14ヶ月を熟成させます。